はい、お待たせしました。選手の準備が整ったようですので、最終5回戦の模様をお届けしてまいります。それでは、第12期プロクイーン決定戦ベスト8 B 卓、最終5回戦の投票の開始です。さあ、最終戦は、トンチャにカヤモリ、ナンチャにアズマ、シャーチャに内山、ペイチャにワックツという並びで始まりました。1曲、ドラはハクです。さあ、先ほどまでの戦いで、トータルポイントが間もなく出るかと思うんですが、まあ、ワクツ、アズマ、カヤモリの三つどもえのような点数になっています。そうですね、はい、はい、まあ、しかしまあそんなにめちゃくちゃ僅差ということでもないので、ある程度のまあ点差をつけて、あのカヤモリなんかはある程度の点差をつけないと、着順だけだとまくれないというような可能性もあります、ね、まあでも東さんとの差が加山里さんは 24.7 なので、はい、2着順差をつければ、はい、まあ、2着順開いてるイコール4700点以上差は開いてるということなんで、はい、あの1着順でも可能ですよね、はい、1着順って14700点差っていうのは可能ですんで、はい、この3者の戦いに注目が、まあ、必然的に集まるでしょう。最終戦になります。内山はもう、そうですね、はい、あのおそらく、まあ、かなりの大物手、はい、例えば今の手配からでも無理に数アンコウだとかを狙っていくっていうことになるんでしょうね。う、まあ、もしくはチートイツにしておけばドラ絡みでハネマンの以上の可能性ありますから、はいはい、うん、まあ、そういったまあ内山の、まあ、そういう挙動がどういうふうに影響するかっていうのもちょっと若干変わってくるのかなっていうところが、そうですね、坂井森三蔵、ここはつむぎりとしました。瞬津傾向の手配を狙ってですね、さらに総図の下ならば三層一枚切れなので、はいはい、あの観覧層を狙い目だと決めうるだけの価値があるっていう判断でしょうね、はい、ここ で、まあ、こうでもこうなると関連層、形では関連層を払いますね、はい、アズマはドラの白を重ねました。アズマはイーシャンテンです。ワクツ今嫌ったカンパーピン、パーピンを積もってしまいました。まあでもワクツさんは役割にしたい局面なんでしょうがないんですよね、はいはい、そして今トンを仕掛けて、東がテンパイです。サブローマンの、トンドラドラのテンパイ、サブロマンは現状残り3枚。いやすごい、ジャンピン短期に受けたんですが、このジャンピンを積もりました。積もタンヤをお約線の上がりです。でもこれ茅森さんも嬉しい上がりですね。うん、やっぱり当面のライバルは和久津さんじゃなく、はい、東さんなんで、はい、トンを仕掛けた東さんに上がられるのは苦しいですよね。そうですよね。でさらに和久津さんが上がってくれたことによって、はい、2着順という差がつけやすくなりましたよね。うん、まあ、どうしてもその内山さんが大物手狙いになってしまうので、はい、まあ、当然ラスト引く確率はすごく高いと思うんですよ。はい、そうなると2着順差をつけるっていうことは、はい、自分枠津さん東さんっていう並びを作らなければいけないので、枠津さんの上がりは自分の上がりの次に嬉しい展開ですよね、はい、ここは東の親番ドラは数万です。なので茅森さんからしたらもうここの親番東さんの親では、はい、
もう絶対に上がらせたくない局面なんで、はい、本来は打点のある手組みをしたいんですけど、はい、まあ、捌く可能性も十分ですよね。内山は、まあそうですね、数アンコを見ながら、はい、東はここでパーソー、しかし球層を切ってしまっていますが、パーソーを手の中に残します。東はここで難を切り出します。もう内山の手配は内山じゃないところに行けばすごいチャンス手にいい点になってたんですが、内山はやはり高打点を目指さなければならないので、でもまあスワンコレアンシャン点ですもんね。はい、まあでも役満2回積も上がっても届かないですもん ね、 ね、内山さんは厳しいですよね。まあとはいえ、はい、狙わないことには始まらないですからね。まあ、親番が2回残っていますし、はい、うん、転敗取らず、田村はパーピンをアンコにします。ドラを引き入れます。まずがディアンメンターズへと変化しました。もうスーピンを引いてウピン切り、さあ内山はこれでここは3ピンを切って、うん、スワンコの1シャンテンパしたら取らなかったですね。はい、テンパイがありません。今一瞬テンパったかと思いましたね。じりじりと順目だけが、そうですね、はい、はい、シャマはここで転敗しておかないと、積も上がりはありませんでしたが、転敗できませんでした。次がハイティハイになります。おお、ここで転敗、はい、内山の一人転敗でデビューになりました。うん、これも茅森さんにとっては嬉しい結果ですね。そうですね、瞬間的には、内山が、当面の敵である東よりも着順が上になると、そうですね、現状トップになってますからね。まあ、簡単に言うと、まあ、一瞬でしかないですけど、はい、もう茅森さんは誰から5200を上がっても現状通過っていう状況になりますからね。はい、さ、内山の連チャンです。あ、
山の親番ですね。トーン3曲1本馬ドラはデアンドです。ドラドラ、あまりにドラドラの出会いが入っています。東さんもなんとか1回上がりたいですよね。うん、1回上がるとすごくこういう条件戦って楽になるんですよね。抜け出せないままだとずっと苦しい展開が続いてしまうと。そうなんですよね。でもあの 24.7 ポイント差っていうのは、はい、でもそれでもすごく有利なポイント差なんですけど、はい、でもあのこのままあのずっと受けに回っていて、はい、あの逃げ切れる点差ではないと僕は思うんですね。まあ、どっかで戦わなければいけないんですよね。はい、そこのポイントを東さんはどの曲に持ってくるかっていうのは一つ焦点ですね。はい、で逆に和久津さんのポイント差、はい、40.4 ポイント差っていうのは、はい、あのミスなく打ち進めれれば逃げ切れるポイント差だと思いますんで、はい、東ここでいいシャンテン、でも和久津さんも捨て牌がもう決めに行くぞという。そうですね、端牌から。まあ、確かにあの、まあ、ここで例えば2000オールでも上がれ、はい、あすいません1000、2000でも上がれると、はい、もうあの大きな補充しない限りは確定的って言えますからね。はい、こういう、まあ、ギリギリの局面でも結構攻めの姿勢を一貫して貫くっていうのは、まあ、やはり和久津さん、和久津らしいですよね。そうですね、はい、はい、ここで東が9ピンの暗冠をします。いや勝負かけましたね。はい、シンドロはディアンピンです。怖いですけどね。うん、早森はいいシャンテン、早森はディアンシンドロのディアンピンが統一で入ってますのでドライオンの手配になってますね。早森テンパイできません。かやまり、このドラはポンテン取れます。ハネマン、はい、3ピンとディアンゾーのシャンポン、安めでもハネマンという手配になってます。かやまり、いやこれは和久津さんもプレッシャーですよね。和久津さん万一にも補充できないですからね。あ、3ピンが下がってた。下がりましたね。これ東さんが一陣置いといたら危なかったですね。はい、ジャンピン待ちになって東が補充というケースも十分考えられましたね。さあジャンピン関してさらにジャンゾーで上がると倍満まで見えますが、ここはジャンピンはつもぎ、もう跳ね満で十分決定だっていうことですよね。はい、まあでもこれは関して臨上杯にその1回でも多くつもりに、はい、つもにかけるっていう手ももちろんありますね。はい、もう簡単に出上がりはできないと。でも間違いなくこれ、はい、東さんが攻めているじゃないですか。ドラのリャンピンを打っているんで、はいはい、なので関はリスクが高まるっていうことでしょうね。なかなかテンパイできません。いやでもテンパイしたらもうリーチいけないと思いますけどね。これは直撃されたらもう絶望的な天才になっちゃいますからね。3ピンとディアンゾーですが、3ピンが1枚だけ山に残ってますね。
内山が仕掛けを入れました、はい、まあ、親ですからね、はい、まあ、あのかなり可能性低いですけど、はい、諦めることは必要ないですからね、はい、もう仕掛けますよね。サブちゃんは老僧が貫通となってこれは暗冠をします。シンドラーは数層、いやあ数層大丈夫か、換算層でしたね、はい。ここは内山と茅森の2人転敗で流局となりました。内山の親の連チャンです。さらに内山と、残りの2人との点差が開きましたので、茅森からすると、もうありがたいですね、はい、これはもしかしたら1人転敗よりもありがたいかもしれないですよね、まあ、微妙なところですけどね、はい、1人転敗も嬉しいですけど、はいはい、ドラは老僧です。この3局2本場、白を重ねます。内山はピンズの本一に向かいまして、はい、茅森も2面手の中にあります。まずカンスーマン引き入れて、いい形になります。カンパスを引きました。ドラドラの手牌、いいシャンテンです。まずはヤンマンを引いてマンズの伸びに期待するような形、小寿司もここ見なかった。うん、これトンから打ちましたね。そうですね、ダブトンですけどね、はい、ダブトンですね、はい。メンホンチートイツ狙いで出上がりがトンの方がしづらいっていうことなんですかね、最後待ちになった時に。まあシャーが2枚切れでペーが1枚切れなので現実的なのはメンホンチートイツっていうことなんでしょうね、はいはい。東はマンズで三面ちゃんのターズができました。小山もいいシャンテン。打たなかった。これ天牌が入っちゃうと危ないですね。そうですね、東ペイを抱えています。さあ東ここで天牌、これはポンですね。もうさすがにシャーが2枚切れてて、はい、2枚目のペイなんでこれポンしないともうチートイツしかなくなっちゃいますから、はい、ポンですね。うちは本一の天牌です。テアムピン、あ、掴んだ。この部品が宝珠となります。東本一のみなので2900は3500の上がり、しかしこの3500点は非常にゲームを左右する可能性のある3500点。そうですね、はい、難しいとこですね、はい。とはいえ茅森さんはトップも遠のいたので、はい、まあ一つ間違いないことはもう枠さんが相当楽になってきますね、これは。そうですね、それはもう間違いないですね、
内山のレンチャンです。トン3曲3ボンバードラはウーマン、内山1、2、3の3曲が見えるような手配。見て、はい、そうですね、純ちゃんの3色まで、内山さんも純ちゃん3色が見える、はい、和久津さんは苦しい、はい、でもまあ和久津さんは ある意味折りやすい手配とも言えますからね、中途半端に前に出なくて済むという、ええ、はい、危ないのは茅森さんに1万2000とか打ってしまうことだけが危ないですからね、はいはい、ピンを引き入れます。いやでも和久津さんにはその安全牌を貯めようというのは一切ないですね、自ら決めに行こうという手配ですよね、はい、うん、こういうところはまあらしいといえばらしい、そうですね、茅森何を引いたのか、チーソー、ゴロチの3色も見える、ドラがウーマンなんですよね。ここはチーピンを切り出しました、はい、内山一歩前進、これでいいシャンテン、いやチャンスでになってきてますね、これでいいシャンテンです。その3ピンを残しました。もういざとな親が、はい、もう連チャンせざるを得ないので、万一手役が崩れても連チャンしに行こう、はい、ということですね。なるほど、ここで、イーマンの地位を入れました。カンディアンピンの天敗、ジュンちゃん3色、いや入っていた、イーマンが自力で積もれていたんですが、まあ一回こらえたかったですけどね、カヤモリさん天敗、そうですね、カヤモリは、ウーマンローマンの天敗、闇点としています。まあウーマンは出てくる可能性が極めて低いですからね、はい、出るならローマンだろうと、はい、ローマンなら出上がりができると、これ誰から出ても嬉しいですね、はい、なんだ引いてきたのは、スーソーに見えましたが、スーソーですね、リーチ行こうかどうかってことですかね、まあでも内山さんの手配が打点がありそうですもんね、はい、当たれないウーマン、同順にローマン出てほしくないですね、うん、もちろんリーチを言っていればこのウーマンは出ないですね、間違いなく出ないです、はいはい、いやでもあれですよね、内山さんの手配が純ちゃん傾向なんで、はい、ローマンは闇点狙い頃ですよね、さあジャンピンを積もりました、内山純ちゃん3色で2000は2300オール、かなり薄い望みではありますが、繋いでいきます、内山、そうですね、はい、これまあでもあまりにポイント差があるから厳しいんですけど、はい、例えば80ポイントぐらいの厳しい差であれば大チャンスなんですけどね、はい、この状況ってもう内山さんに報酬した人が小方3人、はい、脱落みたいになるポイント差なん です、ね、すごく一人悠々と攻められる状況なので、
まあでもちょっと差がありすぎますもんね。まああとまだでも15万点ぐらい必要ですもんね。そうですね。はい。この最終戦が始まった段階では、約190ポイント差ですね。189ポイント、東、2着目の東との差が持ち回り。90、12点入れても160。はい。16万、あとだ、14万点差ですもんね。もう親で役満2回積もって並びぐらいですね。そうですね。しかもその場合、あの東をもちろんラストじゃないといけないので。まあそうですね。まあ今並びできてますのでね。はい。さあドラを重ねました。茅森、ここはチーマンを切り出していきます。今初やチュンではなくチーマンから切り出していきましたね。茅森は、まあ、あの手配的に、はい、あのファンパイが重なってくれるのが現実的に上がりやすいだろうと。うん、このままの手配では面前でいったところで、はい、あの厳しいっていうことですね。なるほど。さあリーチですね。内山転敗しました。ドラを引いたならばリーチですね。はい、リーチピンフドラ1ロー級ピンのリーチです。まあこれはもう全員ベタ折りになりますよね。これ間違っても補充できないですよ。そうですね。上3人が競ってて自分1人があのかなり離れたラスナだけにあの状況的に優位に立っているというような。まあそうですよね。あの向かってこないですからね。例えばこれで茅森さんがまだ並びができていなくて24ポイント追いかけていくんだったらドラドラのこの手配勝負していく可能性ありますけどね。はい、はい、この並びではいかないですよね。うん、東さんにとってはでもここはもう積もってもらってもいいかと、うん、2人が補充してくれるのが理想的ですけど、はい、あのトップが内山さん決まってくれれば、はい、まあ、東さんとしては2着4着っていうのだけを避ければいいことになりますからね。はい、現状このロー級ピンは山には2枚残っていますね。しかしワクツはイーシャンテンで粘っています。とはいえ危険牌は切らないはずですけどね。まあワクツさんは確かに補充してもまだすぐに逆転っていうわけではないですけど、はい、一気に苦しくなりますからね。まあ、トーンは行きやすいですよね。はい、あと現物ですね。チーピン短期のチート1転敗。このチーピンは山には残っていません。ここでトンのさらに取り落としと。山には9ピンが残り1枚だけ残っています。9ピンを積もりました。リーチ積もピンフドラ1 2600は3000オール。さあ誰が得なのか難しいですねこれあの東さんからしたら内山さんのトップが決まってくれた分、はい、もう2着4着4700点差っていうところだけに焦点絞れますけど、はい、流局してくれて強託残った方が自分の着アッパしやすいですからね。難しいですね。大接戦を
これはもう面白い最終戦で、はい、内山ももう少し早くこの時間が来ていればといった感じなんでしょうか。まあそうですけどね、はい、まだだいぶ点差がある状況です内山、うん、トンさん逆4本場ドラは嘘です。16万点差つけるってことは、はい、自分が11万点ぐらいで相手が箱下2万点ぐらいだったらいいんですよね、はい、まあ、1回ぐらいは過去経験ありそうなぐらいの点差ですよね10万点超え、まあ、1回ぐらいは取ったことあるなっていうぐらいの点数ですよね、はいはい、まあ、しかしそれを考えるとあと6万点ぐらいですから、まあ、絶対ないとは言えないような、そうですよね、はい、点数に上がってきてます。あ、違うか、箱下2万点で13万点しか差ついてないから13万点ぐらい取んなきゃいけないんですね、はい、トップ。坂山に初をあんこにしました。ここでターズ選択、チーソーを切り出します。もうよっぽど管理アンマンに自信があるんでしょうね、この捨て牌状況から。東さんが第一打にからリアンマン今、はいはい、内山さんが3巡目に今、はい、ここは打点ではなく上がりやすさを求めて、そうですね、上がりを取りに行くということでしょうね。まあ、確かにこの局面で内山さんが降りないことが想定できるじゃないですか、はいはい、となるとまた仮に天杯面前でできたとしても、はい、リーチ行きづらいですよね。でリーチ行かないんであれば2600も1300も、はい、まあ、仕掛けて1000点も2000点も大差ないので、はいはい、上がりやすさを優先したということですよね。もうこれということはテーマ的にカンリャンマンだけでなく、はい、イースソーチーまでありますよね。やはり下手にリーチを打ってしまって内山からの追いかけリーチに補充してしまうというのが最悪ですね。最悪ですね、ええ、もう一気に可能性が減っちゃいますからね、はい、それは。さあ東はこのイーシャンテンです。和屈さんに役割テンパ入ったんですね。さあ和屈のこれが当たり牌になります、はい、ピン風ですね。線は2500点、これで長かった内山の親番もトンバが終了しました。トン4局親は和屈です。さあこれでトータル2着が和屈となりました。トータルトップですね、はい、トータルこの最終戦の2着が和屈となりました、はい、ドラはローピンです。さあ東ドラのローピンがあんこで入っています。内山は一通ピンでの一通を見るような形、しかしローピンがありません。さあ和屈はダブトンを統一にしています。ここはパーピンを切り出していきます。チューン打っても良さそうでしたけどね、単4に決めてチューンを打つ可能性もあったんですが、和屈さんは、はい、もう決めに行きたそうな雰囲気ですよね。うん、確かにここでもう一上がりそこそこの打点の手配上がれれば、はい、もうかなり安泰ですもんね。うん、そうなると茅森さんはきついですよね。和屈さんが上がりに来られると、はい、まあ、このまま守ろうって思ってもらえると結構楽なんですけど、はいはい、東が、イシャンテンになっています。打点重視ですね。うん、
この状況で打点を見るということはやはりもう決めに行こうという意識が強いですよね。ここはディアンズを切ってポンザイを残します。どんどん後傾と変化していきます。東これでテンパイに取る、はい、ローソーポンして関数マンのテンパイ、タンヤオドラさんのテンパイが東に入りました。いや内山さん止まらないか、和屈さんも危ないか、テンパイ入った。さあ和屈はテンパイです。ハクトパーソーのシャンポン待ち、ダブトンハクで出上がりすると9600点の上がりになります。萱森はイーシャンテン、いやー、あー積もった、これは東さんが嬉しい。積もダブトン、2600ホールの上がりとなりました。これでもう和屈はかなり、そうですね、まあ麻雀なんで何やるか分かんないですけど、もう和屈さんはもう一歩どころか二歩リードっていう感じですよね。はい、勝ち上がりは、かなり、手中に収めているような状態です。和屈、そして萱森はこのままの着順で終わるわけにはいきません。まあでも満貫積もでいいですからね、萱森さん、はい、後輩パイ。いやでも東さんは今のチャンスで決めたかったですね。そうですね、関数マンの数万は山に4枚生きていた、3枚ですね、萱森さんの手配に1枚あったんで、あ、1枚ですね、はい、3枚でも残っていたんですが、ここは、和屈の上がりとなりました。靴はマンズの本一一直線といった感じ。ランをあんこにして9万切り、萱森も手が進んでいきます。いいシャンテンでしたね、はい、東は三蔵をあんこにします。ここは急走切り、東さんはちょっと手組み難しいですよね。うん、リャンシャンテ戻し、はい、これはいいですね、あの打点が違いすぎますからね。9ピンを積もります。お9ピン積もぎり、あ、パーマン打たないんですね。積もぎりましたね。もうタンヤオは絶対つけるっていうことですね、うん、どういう狙いかちょっと分かんないですけどね。それにしてもパーマン打った方が良さそうですけど、そうですね、ピンの1通とかも一応可能性としては残っていたようにも見えたんですが、でローズが切れて四五郎の3色へ、これは嬉しいですね。これで役割テンパイになる可能性、あ、ここはパーマン手広さリーチいくってことですね。あのイペッコになっ
ったら、はい、あの役割でダマテンしながらスワンコへの変化も狙えるんで、はい、上面本テンパイ強烈バック2、はい、これはウッパーマン今パーマが間に合った形ですね。うわ危ない、危ないし今あここで内山からウーマンが出てしまう。はい、面本の出上がりです。これは9600点、12000、3個ですね、はい、3あんこ面本で12000、12300、はい、これでもうまだ、着順にはかやもり東からするとそこまでまだ影響はない。そうですね、でもまあここまでの戦い方見てると、はい、かやもりさんからしたら枠津さんより内山さんの方が逆転しやすいかなっていうのはありますよね。はい、こうなると内山か、あ、茅森からすると内山を3着にして、東をラスにしたいという。まあでもまあ今の段階で2着になった瞬間にもともと3着でも条件クリアってことになってますから、はい、あんまり着順関係ないんですけど、はい、まあ、このあと例えば2人テンパイ2人テンパイとかが続いてって差が詰まった時にはということですね。枠2のさらにレンジャーズあります。ラワトン、そして枠2はもうこれでもかというぐらい決定打を決めましたので、うん、そうですね。いやでも今のって見て、はい、東さんヒヤッとしたでしょうね。う、危なかったって、はい、1番切ってましたからね本当一巡差でしたよね。ピンズの本一攻撃の手を緩めませんね。ワクツは緩めないですねさあダブトンとドラのダブトンも重ねました。ワクツかやもりも着々と手が伸びています。イシャンデンです。坂森テンパイです。ここはリーチといきました。チーソーパーソーのシャンポン、このリーチを受けて枠津はそんなに気にしない感じ。いやさすがにあの、うん、まあ補充しても、はい、あの枠津さんの体勢に影響はないと思うんですけど、はい、まあ、万一、はい、ないとは思いますけど、例えばまあ倍満とかかもしれないわけですから、はい、ここで内山が補充となりました。リーチ、裏ドラが1枚ですね。2600点は、3200点、うん、いや大接戦ですね。そうですね、 ここで茅森が2-6上がるっていうのはかなりまた接戦に近づいていきます。どんどん接戦になっていきます。これは、はい、今日東さんは1回戦目がトップであとトップありましたっけ。同点はトップの回数ですよね。かやもりさんは4回戦目の1回、はい、東さんは1回戦目で、2回ですね、3600を積もってリーチ一発の浦さんという。ああそうですね、はいはい、ということは同点だとトップが、はい、東さんが2回なので逆転、はい、トップ逆転だと同点になることはないので、はい、東さんが、ね、東が優勝ということは、はい、茅森さんはこの着順だって 14,800 差つけなきゃいけないということですね、はい、枠津さんが仕掛けた、はい、あ、枠津が白を仕掛けています。
これでイーシャンテンマーク2形悪かったですけどね。はい、急所を引き入れていい形になりました。もう阿久津さんはこの戦い方でずっと勝ってきたっていうことなんでしょうね、はい、さあ、ワクツーテンパイが入りました。サブローマンのテンパイです。3万はもう山には残っていません。ローマンが残り3枚。これでドラを離していきました。いや、すごい、もう目いっぱいに手広げたってことですね。さあ、しかしここで内山がローマンを放置してしまいました。先手の上がりです。これで茅森の親番はなくなってしまいました。いや、でも今のチュン切りはもう意思が出てて、はい、いい一打ですよね。はい、まあ、やはりここの親番はとことん行くっていうような意思だったと。いや、もうあのポイント的に誰の親を裁くとかではなくて、はい、もう全て自分がオーラス以外自分が上がりきって決めようっていうことなんでしょうね。はい、うん、まあ、とはいえリーチには無理には攻めないですけど、はい、いける限り攻めれる限り攻めていこうと。はい、さあ、何2局です。ドラはスーソー、親は東です。このままの着順で終わっても現状はまだ東の方がトータルポイントが上です。そうですね。でもここで1000、2000積もれば逆転ですからね。はい、さあ、妻は2度受けだったチーマンを引き入れていい形になります。単野へと移行します。一層のドイツ落とし。いや、茅森さんの戦い方難しいですね。ここ東さんの親で1回上がられてるとすごく厳しくなるんで、はいはい、裁きたい気持ちもあるんですけど、はい、5500点差で3局が4500点差で2局になってしまうのはどうなのかっていう兼ね合いもありますよね。まあ、また東さんが上がると厳しいですけど、はい、まあ、5% ぐらいまでであれば、はい、局が3局のままですんで、はい、よしとも思えますし、すごく判断の難しい局面ですね。はい、仮に今茅森が地位点を取れるようなローソーやパーソーが出た時にはどうするか興味深いですよね。どちらももちろんその主張があって、はい、いいと思いますし、はい、そのどちらの戦い方を茅森さんが選択するのか、はい、まあ、こう一巡ですごとに仕掛けたくなるところでしたからね。さあ、カンパーソーのリーチを打ちました。まあ、面前でテンパイならもう文句なくリーチ行きたいですよね。はい、もうこれは打点詰める絶好のチャンスですからね。はい、カンパソは山には残り1枚です。さあ、靴何を切るのか、まあ、はっきりましたね。はい、本当はあの東さんから2軒リーチ来ることもあるので、はい、本当は白打ちたくなかったんですよ。いや、仕掛けてテンパ入れた、すごい戦ってる。はい、ワクツも前に出ます。ワ
アクサでアウンスを持ち、これの枠内さんの仕掛けで東さんにもスチーピンテンパイが入った、はい、テンパイりました。スチーピンは残り2枚ですね。スチーピン2枚、はい、パーソーが1枚、パーソー1枚です。リャウンソーはリャウンソーがもう少ないですよ。2枚、1枚、あ1枚ですね、1枚。誰に軍配が上がるか。でワックツさんはチーピンでは宝珠がない、勘できる、はい。いやここはこの曲がかなり決勝進出は分けそうな局面ですね、はい、勝負どころです。チーピンこれ、いやもう勘しますよ。勘するか中抜いて降りるはありますけど、でも現物ないですよね、はい。これでチーピンを完しましたので、東の上がり牌はあと1枚。いやでもこれで茅森さんも打点アップの可能性があるので、はい、もう完全に勝負どころですね。シンドロはいいピン、誰も持っていません。パーソ ー、これがラス牌のパーソー。ここに眠ってました。でも裏ドラなし、なし、リーチハリューハー2600、はい、いやまだ大接戦。カンドラもシンドラも乗らず、いや面白い、 裏ドラも乗らずで、これでさらに大接戦になります。ワクツがチーピンを積もらない限りは上がりはなかったわけですね。カヤモリのカンパソーの上がり、いやすごい戦いだ、すごいですね。しかしまだ勝負は決しません。ラス前ですね。南三菊内山の最後の親番です。ドラはイーピン、内山はとにかく連チャンするしかありません。茅森はデューハが統一、現状まだ、少しだけ東がトータルポイントは上です。3000点差ですね、はい、東さん初を残したリーチに行きたくないんですかね。この順目でトーンアンコならば安牌残す必要はないかなと思うんですけど、はい、ということはまあ意図としては役割にしたかった、はい、っていうことなんですかね。いいシャンテン、シャンテン、いやー面単品系に聞いて3000点差ですからね、はい、面単品に行った順目的にも初一枚切れですしね、はい、打点を追って初の当日落としとします。茅森ワクツさんもいいシャンテン、はい、しかしここ1枚アンパイ残しましたね、はい、ましたね。いや3色いいシャンテン、いやこれでも2000点は上がる価値ありですよね。オーラス1000点条件になりますからね、で形も良くなりました。なんか1000点、2000点と3900点にはそんな差がないように感じるので、ーオーラスワクツさんは降りると想定したならば、はい、まあ、内山さんは条件なくなってます。オーラスになったとしたら条件がなくなってるので、はいはい、2人で上がり勝負ですもんね、はい、まあでもあの2人テンパイだとかの時にリードしとくのは大きいですけど、うん、さ東が、テンパイ役なしのテンパイを入れています。ペン3ピン、あ茅森が3ピンをつもぎりました、まあ、リーチでも出てたでしょうけどね、はい。さあこれで東さんはまた戦い方難しくなりますね。いやペイの缶が入った、ペイの缶、チンドラは3ピン、これで茅森がドラ1になりましたね。さあ枠は考えています。もうここで降り始めましたね、はい、もうここでリーチ入った時のために、さあ茅森ここでジャンズを引きましたが、目いっぱいに行くならウソ切り、
パーピンが2枚切れなんでリャンソーも1枚切れなんで僕はリャンソー打ちたいですね。リャンソーも切りましたね。いやこの選択はどうだ。東がここでつもぎりのペン3ピンリーチ、トンバで話してたどこかでリスクを負うっていうのをこの曲に選択した。でもこれ来られる、はい、うわここで決まる。ダウンマン対ペン3ピン、3ピンは1枚しか残っていません。対して、ダウンマンはどうか。あでもダウンマンも相当薄いですね。そうですね、今ウーマンを枠使積もりました。2枚ですね、ジャウマは残り2枚です。3ピン1枚、3ピン1枚。いやどうか、どうなるか。でも東さんはここでリスクを打って選択になったんですね。はい、まあ、確かにカンドラも増えて、はいはい、決定打になる打点になりましたよね。はい、東が即リーと言っていけば俺いれば、まあ、この茅森のリーチはなかった。そうですね、はい。いやこれどうなるのか。どうなるか。当たり前だけど、はい、上がった方が通過しそうですね。そういうところですよね。もちろんあと1曲あるんですが、もしくは流局でもこれ強卓出たんでまた、はい、上がった方がということになりますよね。はあ、誰も持ってきません。3品もリャウマも、そして枠数切る範囲に困ってますね。まあでもリャウマは2人の無筋だから打たないですよね。はあ、3品はないのでこれつもぎりリーチなんでローピン打つかもしれないですね。なるほど。いやどちらだ、しびれますよね。誰も持ってきません。ここで東がリャンマンを掴んでしまった。裏が乗れば大きい。乗らない、乗れない3900、はい、しかし直撃3900。3900ならば東さんも条件残りますね、はい、ますね。これはさあここで、オーラスなりますが、まずは条件計算に入ると思います。1326ダメか。1326ダメそうですね、多分216ですよね、はい、1476ダメですね。1326ダメ。1603、あ、現状内山を茅森がまくってますね。あこれはもう相当厳しいですね、はい、となると、茅森さんからの3900か、はい、つも上がりだと相当になりますよね、これ。つも上がり、羽根つもダメだ。羽根つもダメですね。バイマンつもか、かやもりさんからの3900だ。ここで内山をまくってることが非常に大きいという状況になってしまいましたね。そうですね。はい。2着、4着という着順差になっています。まあ、内山から当たり牌が出ることはないと思った方が当然いいでしょうから、つも上がるか、うん、3900以上の直撃か、はい、バイマンツモ、バイマンツモ間違いないですね、はいはい、もちろんその条件は茅森も把握した上で打つでしょうから。そうですね、はい、でおそらく内山がテンパイを取りに来ることもないと踏む全部ないでしょうから、間違いなく言えることは、はい、あの1曲で終わりますね、はい、あの和久津さんがラス親ですんで、はい、内山さんはダブル役満のツモもダメそうですもんね、一目、はい、おそらくダメですよね、はい、トリプル役満のツモ、うん、まあ数アンコ第三元ツイソーとかにならない限りはベタ折りになりそうですね、はい、はい。茅森も、まあ、直撃さえしなければ OK みたいな打ち方になりますよね。どう、いやでもあれです、そう、まあ、そうですね、バイマンツモ
ていうのは、はい、もう相当条件として厳しいので、はい、もう第一だから東さんを徹底ガードしていくんでしょうね、きっと。はい、まあ、もちろんもう目先に本当に上がりがあったらもしかしたら上がりに行くかもしれないですけど、まあ、もちろんそうですよね、はい、それはもちろんそうですね。あの例えば1段目で顔面テンパイを組めるようだったらまっすぐ行く可能性ありますけど、はい、はい、かなり、かやもり有利なオーラスとなっています。そうですね、はい、バックツはもうほぼ当確ですね。まあでも茅森さんも本当ここまでの戦い方抜群に良かったですもんね。はい、はい、今は選手の条件確認の確認完了待ちという時間になります。そうですよね、はい、あのもうあの1年の努力の決勝ですからね、はい、ここはもうあの万一がないように、はい、念には念入れて計算しますよね、はい、すぐに条件が分かってもその確認作業も、ね、まあ、念には念を入れますよね、はいはい、あの現場に勝俣さんがいればね、あの一発なんですけどね、とんでもないです。たまに間違っちゃいますからね、今もうっかり2着と3着変わってたの気づかなかったですからね。いやいやいや、でもまあなかなか穴のない勝俣さんの言うのですからね、そういったところはあれですよね、はい、ハイパイ取ってから計算してもらうと倍満な構想とか寝るから、はいはい、そうですね、うん、いやでも枠津さんもここまであの本当に戦い抜いてきて、はい、いや見事ですよね。うん、あのもう本当に強いなっていう印象ですよね。はい、まあ、僕本当最近枠津さんにそういう話をしてさせてもらう場があったんで聞いたんですけど、はい、まあ、あの自分の長所を伸ばすことに今重きを置いていると。でだからあの一見点数的に余裕があって守った方がいいんじゃないのっていうようなところでも自分の武器である攻撃っていうものを前面に押し上げて押し出していくっていう戦い方を今しているというふうに言っていたので、はい、まあ、それが今日も顕著に現れてましたよね。そうですね、うん、すごいですね。しかしこれ、まあ、まだ決まったわけじゃないですけど、枠津は、決勝にプロクイーンも女流王かも進出をほぼ決めた。そうですよね、はい、まあ、少なくとも毎年どちらかは確実に残ってるっていうイメージですよね。はい、はいはい、現状、先週の A 択で勝ち上がりを決めたのが結城道プロ、そして宮内小杖プロと、そして去年のディフェンディングである二階堂美プロが決勝で待ち受けています。残り2つの決勝の席を誰が取るのかという戦いになったんですが、1つはほぼ枠津で決まりそうです。そうですね、あの枠津さんは、はい、倍満補充しても大丈夫ですね。うん、もうこれはもう枠津さんはもう確定と言ってもいいぐらいだと思いますね。うん、そうですね、はい、はい、じゃあ、東の条件だけ、おさらいでちょっと勝俣プロにお聞きしたいんですが、はい、まあ、茅森さんから直撃ならば3900点、はい、ツモ上がりならば倍満ツモですね、はい、倍満ツモ、で、内山さんから直撃の場合も、はい、倍満直撃ならば大丈夫ですね。あ、自分の着順が1個上がるからですね。倍満直撃ならば内山さんからでも上がれますね。はい、はい、羽満直撃でもいいんじゃないですか。どうなんですか。羽満だと点数が足りない、あ、ギリギリ足りますね。羽満でも足りますね。羽満 OK ですね。羽満でも足りますね、はい、内山から出上がりだと東は羽満でも OK、 はい、茅森から出上がりだと3900、積も上がりなら倍満、枠津さんからは、はい、枠津さんからは、いや枠津さんからは全然上がれないですね。うん、3倍満だ。3倍満、枠津さんからは倍満ダメですね。さあ始まりました、オーラスです。ドラは数万、おそらく間違いなく最終局となるでしょう。
パクツはローソーから切り出しました。もうこの手入りならば、はい、あでも行きましたね、自分で決めに行きましたね。ハクから切り出しましたね。いやちょっとバイマンツモは見えないから現実的なのは3900の直撃っていう風になってくるかもしれないですね。はい、はずまの手配はかなり苦しそうです。山は普通に手を進めていきます。はずまここでパーマンを引き入れて、まあ、バイマンとなるとまあチートイツでドラドラウラウラというのもそうですね、まあ、可能性はありますが、はい、純ちゃんの純ちゃん系の手配を目指しているんでしょうか。茅森は単ヤオの手配を普通に進行しています。もうこう進行しているからには仕掛ける可能性ありますね、はい、単ヤオで決めに行く可能性はあります、はい、となると、東からすると直撃するチャンスもちょっとずつ出てくる、まあ仕掛けてくれればですね。はい、さあ、茅森が仕掛けを入れました。単葉のいいシャンテンです。東はここでメンツが一つできますが、条件を考えるとどうするのか。ひとまずはパーソー切り、あー3900の直撃に向かっていったってことですか ね、 そうね、パーソーポンして茅森がスッチ、まあ、何はともあれ E マンだと思いましたけどね、今打敗候補は。バクツは、自分が上がる必要は全くありませんので、ここはまあバクツの打敗でカヤモリが上がるという可能性も大いにあります。そうですね、あのバクツさんからしてみれば、はい、あのカヤモリさんに放獣するのがダメなんではなくて、はい、まあ、万が一の役満直撃とかを避けなければいけないんですよね、はい、なのであの、まあ、カヤモリさんはもう役満の可能性がないわけなんで、はい、この2フードで、はい、なのであのそれよりも万が一の東さんの数アンコウ短期とか、はい、そういったことを警戒していきますよね。カヤモリの上がり牌であるスッチーピンは、ワクツの手牌の中にもあります。あ、ここでスーピンが出てしまいました。これが、カヤモリの論牌ですね。タンヤオのみ、あ、タンヤオドライチ2000点の上がりとなって、最終戦が終了しました。これで、勝ち上がりが決まりました。トータル1位がワクツ、トータル2位がカヤモリということで、これで、第12期プロクイーン決勝のメンバーが全員、出揃ったという結果になりました。プロクイーン決勝はですね、12月20日、土曜日21日日曜日に行われるんですが、メンバーが、現プロクイーンである二階堂ルミプロ、そして、先週勝ち上がりを決めた結城道プロ、そして宮内光勢プロ、そして、今日勝ち上がったワックツアキラプロに、茅森彩香プロと、この5人での決勝となります。今日の戦い振り返ってみてどうでしたか。いや、もう勝ち上がった2人が本当に、あの素晴らしい内容の麻雀だったと思いますね。はい、あの、まあ、和久津さんは、はい、あの先ほど奥野がプロがおっしゃってたように、はい、自分の長所を伸ばしていくっていうのがすごくよく出ていた、まあ、なのであの一瞬危ういかと思うような放獣もあったりはしたんですけど、はい、それを補ってあまりある攻撃力を見せてくれましたよね、うん、そうですね。で、一方あの茅森さんはとにかくあのバランスに長けた打ち手だなっていうふうに思いましたね。はい、そうですね、あの攻めるところと受けに回るところの、はい、あの判断が絶妙ですし、その時の手順ももう一切隙のない麻雀だったなっていう印象ですよね。はい、はい、決勝戦も楽しみです。そうですね。